当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんな奴を贔屓するんだ。うーわー、シデン君よ、お前さんがリーダーに選ばれない理由ってそういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。黙れ、アダルト。おい、ユイト、この先気をつけろよ。僕が班長ならゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまりフラッグを探し回るよりゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。ああ、そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。やっぱりな、重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。悪いが、これはこっちの敵の相手で手一杯だ。重ねは頼んだぜ、ユイト班長。同じくだ、僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。すげえな。よくあの二人を制御できたな。見事だ。ユイトさん、すごくかっこよかったです。いやー、さすがユイト君、難なく班長を務めてくれたな。今回は勝てたが、僕はお前を認めないぞ。私の計算ミスだわ。ごめんなさい、花火つぐみ。ううん、そんなことないよ、みんなの責任だもの。悔しい。ユイト、正直言ってあなたを舐めていたわ。まさか超能力で負けるとは思わなかった。あ、うん、そんなにストレートな言われ方をするとは思わなかったけど、よかったよ。この間一緒に戦った時も見どころはあったし、私あなたのこと気に入ったわ。ありがとう、嬉しいよ。ご観覧中悪いけど、これ商品な。お疲れさん。ん？父さんからメッセージ。海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな、参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お？何が？カゲロウ、訓練、嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだから、かっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。くじもズルしてた。し、
新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。やっぱり訓練の前にいつの間にかスメラギ寮に移動していたことが気になる。もう一度スメラギ寮に行ってみよう。何かを思い出すかもしれない。あの時俺なんでここに来たんだろう。全く覚えてない。やっぱり兄さんに相談するか。ユイト、出撃命令だ。怪異の大発生を確認。場所は配置下軌道。急いで現地に向かってくれ。わかった。ナギは？すでに配置下軌道へ向かった。そうか、ありがとう。すぐ追いかけるよ。仕方ないな。兄さんにはまた後で連絡しよう。瀬戸招待、全員合流しました。よし、みんな、渡るから聞いているな。この配置下軌道に怪異が大量発生しているらしい。断絶の帯がかなり低空まで下がっていて、空調から地下にも入り込んでいるようだ。今さら説明するまでもないだろうが、新人もいることだし、ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ、ナギ？はい、断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしている。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されているから、断絶の帯が濃い場所には近寄るな。どこから怪異が現れてもおかしくない。また断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質がある。もしそうなったら、渡るのテレパシーだけが頼りだ。通信装置を使わないテレパシーだと、俺が一方的に話しかけるしかできないからな。通信装置の機能が維持されるように祈っててくれ。というわけだ。みんな、十分気をつけろよ。はい。今作戦は、第一連隊第七および第八中隊、第二連隊第一および第二中隊の合同作戦となる。最近ではかなりの大規模編成だな。勝手な行動は慎めよ。特にカゲロウ。俺名指しかよ隊長。まあそんなにむくれるな。第一班は俺とナギと花火、第二班はカゲロウとつぐみとユイトだ。瀬戸正体は先発する第二中隊を追う形で前進。ポイントアルファへ向かう。了解。はい、つぐみと組むのは初めてだったよな。よろしく、つぐみ。よろしく。前方注意、来るぞ。どうしたのか。敵が珍しいものを落としたみたいだ。電車があるぜ、ユイト。怪異に気づかれないようにやれよ。え？やるって何を？それは決まってるでしょうよ。ぶっ飛ばすんだよ。ドカーンと派手にな。狙えるぞ。来い。この調子で行こう。
断絶の帯が成層圏よりやや下がるのってよくあることなんですか？いや、普段は上空で観測されるのがほとんどだ。ここまで下がるのはレアケースと言っていい。気を引き締めていくぞ。軌道内ってどこも似たような景色だからな。迷っちまわないように気をつけろよ。ハイリーが透明化した。でも私には見えてる。敵の動き、投資を使ってみて。倒れたぞ。一気に詰めるんだ。そらくないか。行くぞ。この調子で行こう。誰か来ます。瀬戸さん。ナオミ、ハルカから救援要請が届いたが何があった？はい、ポイントアルファ上部から怪異が降下。到着予定の他の部隊の姿も見えず、ゲンマ隊長代理からも瀬戸正体に救援要請を出すように言われてきました。1分後に怪異が3体、12時の方角から吸収してきます。敵の最初の攻撃は高速移動から背後に回ってのなぎ払いです。え、今のはどういう？私の超能力は短期未来予知です。マジだ。隊長、怪異がポイントアルファに向かって集まっています。瀬戸隊の現在地にも3匹接近中。すげえ。ナオミ、俺とサスをつなげ。みんな、怪異の大掃除だ。敵を殲滅しながらポイントアルファに向かうぞ。了解。ナオミの超能力、未来が見えるんだね。それって、自分の意志で見られるの？はい。でも、ほんの少し先のことしか見えないんですけど。すごい超能力だね。ユイカさんにそう言ってもらえて嬉しいです。ちゃんと決めてくれよ。やるじゃねえ。通信障害がひどい。このままじゃこちらとの通信が途切れ。わたる、なんとか通信を維持しろ。他の部隊はいないのか？ポイントアルファの生存。隊長、天井にひびが。くそ、カッコ回避だ。強化招待3回しろ。上から来るぞ。Z 隊長！セーフ！スリー！崩れるぞ！みんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、
無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか。ナギ、今どこにいる。瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわあ！ナギ、どうした。怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが。お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。お姉ちゃん、ナミ、お姉ちゃん大丈夫。大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ。重ね、あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。分かったよ、つぐみ。了解。帰るよ、つぐみ。重ね、大丈夫か。花火は瀬戸隊長と一緒だと思うけど、カゲロウをどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それより今は目の前の敵に集中。そうだな、まずは任されたこいつらを片付けよう。このぐらい。いけるぞ。お姉ちゃんは大丈夫。今そっちに。お姉ちゃん。お姉ちゃん。ナオミ、どうした。ナオミちゃん、姉ちゃん。動ける奴は力を貸せ。俺も戦います。
なんでノミがカインに。何があったんだ。もう俺たちの声は届かないのか。仕切り直したと、これでよし。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者がないと。待って、ナオミをどこへ送ったの。おい、カサネ、待て。くそ、瓦礫が。セイランの師匠が入っているが、なんだよ今のは。ナオミちゃんが、ナオミちゃんが。ナギ、落ち着け。落ち着けって、お前落ち着いてられるのかよ。あれは何なんだよ。俺だってわけわかんねえよ。わかんねえけど、どうにかしないと。悪い、パニックを起こしてる場合じゃないよな。でもどうする。これからこの中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながらこんな状況を招くとは。ならこうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒について行ってやってくれ。通信障害が起きてて本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイタ、気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたならカサネはまだゲンマの部下だよな。だから一緒に来てくれ、強化隊の責任者として。そうだな、了解した。ユイト、ゲンマ、待ってくれ。吹雪連隊長。二人とも無事でよかった。さっきナギとつぐみに会ってね。話を聞いて慌てて君を追いかけたんだ。話って？ナオミのことだよ。彼らにも伝えたけれど、今回のことは決して口外しないように。口外するなってどういう意味ですか？言葉通りだよ。それが君たちを守ることにもなる。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいなものを拾わなかったかな？あ、はい。それはこちらで回収してもいいかな？そのアンプルは何なんですか？それとも口外できないものですか？このアンプルは、簡単に言うと超能力の強化剤だよ。超感覚刺激ホルモンを増加させるものだ。セイランで開発しているとの情報は入手している。ただこれは海抜群の機密事項だ。
これ以上は言えない。隠し事ばかりなんですね。そうだね。残念だけど、人間が集まると色々な思惑が生まれてしがらみになるんだ。こんな窮屈な蜘蛛の巣には近寄らない方がいい。そういう配慮なんだと思ってほしい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ行こう。いえ、この先にカサネがいるんです。ナオミを追いかけて。あの、カサネが心配なんです。このまま探しに行って構いませんか？わかった。カサネに会ったら彼女にも今回のことを口外しないように伝えてくれ。二人とも無理はしないようにね。こちらも救援を向かわせるようにするから。それと前線本部は撤退する可能性があるから、救援隊と合流できたら各隊のアジトで休むといい。それから改めて周防へ戻ればより安全だからね。くれぐれも気をつけるんだよ。今日のことを黙っていることが俺たちを守ることになるだって。それに吹雪で隊長のあの落ち着きを、ナオミが怪異になったっていうのになぜ冷静でいられるんだ。ああ、何かが変だ。カレン連隊長。ユイトに幻魔か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、あの、ナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか？ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。カサネにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセイラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど日本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で、製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろう。だったらマッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめん、コウモル。お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、
ナオミのこと。ごめん。あの怪異がナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。あの、ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、分かった。気をつけて。じゃあ俺たちも生徒隊長たちと合流してアジトに行くか。